私はもう暴力に向き合わなきゃいけない。デイビッドずっとフラストレーションを感じて、彼が一体何をしたいのか。サイバーパンクの世界観はそのコーポっていう企業がすごく力を持っていて、その現実社会でもそうですけど格差が広がっている、そのエリート、コーポって呼ばれるエリートとそのギャングみたいな、まあその底辺にいる人たちの、まあ格差がはっきりしているんですけども、まあそういう社会においてもこう暴力っていうものが格差に関係なく、やっぱ不条理的にどんなに地位があったりお金があってもその暴力の前では無力であったりっていう、その格差を覆すものとして暴力があるっていう、でそのギャングたちはその暴力を振るうことでその格差をこう打破することもできるって信じてるんですけども、ただその暴力振るうことでその世界にいるっていうことは、まあ自分たちもその暴力にこう向き合わなきゃいけないっていう、まあ、そういうところに巻き込まれて行って、まあ、結果どうなっていくかっていうところ、格差っていう部分とその暴力っていう、まあ、現実でもちょっとその我々が恐怖を感じたりするようなところが、まあ、そのゲームの中ではもうちょっと凝縮されて描かれてるんですけども、まあ、それをちょっとアニメの中でもちゃんと意識して描きたいと思ってやりました。今回は、ゲームの原作がすごくしっかりしているので、それをどう再現するのかっていうのが結構アニメのビジュアルの面ではすごい重要な部分で、元の、 街1個全部 3D 空間で作られているわけで、これをむしろちゃんと活かした方が良いなと思って、ゲームの中にそのカメラが自由に入れる状態のデータをお借りして、もうその実際にゲーム上で作られた 3D 空間の中をもうあちこち写真を撮って、でそれをもとにアニメの背景を起こして、で美術設定も作るっていうやり方をしたので、なのでアニメの中でゲームをプレイしてると行ける場所をそのまま使ったりとかっていうしているので、まあ、そういうところもまあ楽しめるかなと思っています。デイビッドのデザインなんですけど、この社会の中で割と底辺の方に属してる人間なんですよね。それでまあちょっと無理をしてハイレベルな社会階層の上の方の学校に無理をして通っているというところから始まるんですけど、その彼がずっとフラストレーションを溜めているんですけど、彼が一体何をしたいのか、不満を抱えて何かこうエネルギーを溜め込んでるんですけど、まあ、そういう若者なわけですね。まあ、そういうことは多くの人が共感できることかなと思うんですけど、まあ、その共感できるスタートライン、最初はごく平凡な、まあよくいる若者、ちょっと尖ってるところはあるかもしれないけど極端な人ではない、でもそういう人がだんだんと暴力の世界に染まっていく、その過程でどう変わっていくかということですね。そういうものを表現できるキャラクターの幅みたいなものを持たせるっていうことが、まあそのデザインのゴールかなというふうに思ってデザインしました。意外に早かったわね。よく言うよ。ルーシーはまあデイビッドよりもずっと難しかったですね。いわゆるファムファタール的な役割はあるんですけど、それでいて可愛げのあるというか、日本のアニメファンにも受け入れてもらえるような可愛らしさのあるキャラクターっていうことをどう両立するかですね。そのバイオレンスな世界にいてもいいんだけど、まあ、アニメとしての良さもあるという、そういうキャラクターをうまく作れないかなと思ってデザインしてました。We spent like 4 years working together with Trigger. There were a lot of challenges and, you know, a lot of hassles, but, you know, balancing Trigger's, you know, creative freedom and CD Projekt supervision was, I would say it was a key to success. CD Projekt as the original developer of the video game, we have like many creative, you know, talents in our company, like artists and sound designers. So that, you know, whenever Trigger submitted things like, you know, artworks or like soundscapes, our artists and our sound designers were always eager to, you know, give their feedback. But we eventually noticed that our perspective on those feedback was quite, let's say, video game oriented rather than like 2D animations. So that Trigger actually did their, you know, very best to
like incorporate all the feedback that we requested as much as possible. It was always very challenging to, you know, keep like a good balance, you know, between the Trigger's creative freedom and our supervision. But finally, we have something that both companies are very proud of, and you know, I cannot wait for viewers on Netflix to, you know, experience the outcome. So please stay tuned for the launch of the, you know, show in September.